政府禁止国民平和行進裁判集会にご参加の皆さん、おはようございます。衆議院議員日本共産党の塩川哲也でございます。今市民の力、市民の運動が政治を動かす、国際政治を動かす、そういう時代を迎えているということを強く実感をいたします。国連において核兵器禁止条約の交渉解消を求める、こういう決議に3分の2以上の国々が賛成をする、その背景には、皆さんも地域でも集めているようなアピール署名の取り組みがあり、こういう市民の運動が現実の国際政治に影響を与えているということは、パン・ギムン国連事務総長も認めていることではないでしょうか。こういう力を大きく結集をして、核兵器のない世界、核兵器のない日本実現をしていく、この力、今日のこの一歩大きく踏み出していこうではございませんか。同時に世界を見渡せば、いまだに核兵器にしがみつく国々があります。抑止力論などといって、要するに軍事力によって人を脅しつければ自らの利益が守れる、こういう考え方自身が今国際社会においては時代遅れとなりつつあるのではないでしょうか。今世界を見渡せば、地域の平和共同体づくりが大きく前進をして、揉め事が起こった時には武力を使って戦争によって解決をするのではなく、外交の力、交渉の力、これを通じて平和的に紛争を解決をする、この取り組みが大きく前進をしているのではないでしょうか。 EU の国々や、あるいは AU アフリカ連合の取り組みや、何よりも ASEAN の国々の努力というのが、こういう力が現実政治に大きな力を発揮をしていることを示しています。こういう方向に踏み出すような取り組みを、この日本でも目指していこうじゃありませんか。そうすれば、北朝鮮の核を脅しの材料に使うようなやり方に対しても、今北朝鮮問題の解決にあたって6カ国協議ということが行われております。日本とアメリカとロシアと中国、韓国、そして北朝鮮、北東アジアに関わる国々が共同して紛争揉め事の解決に当たっていく、こういう6カ国協議の取り組みを一歩二歩と前に進めることによって、地域の平和共同体づくりに進めていく、北朝鮮の問題や中国の軍拡についての国民の中にあるような懸念についても、こういう場を通じて解決の道筋、問題の解決を踏み出していく、こういうことこそ必要ではないでしょうか。その時に日本に求められているのは、アメリカと一緒に軍事力によって他国に圧力を与えるような、こういう取り組みこそ見直す時であります。今動的防衛力構想などといって、アメリカと一緒に海外で自衛隊が行動する、こういう取り組みに大きく踏み出そうとしております。海外にある米軍の基地、そこに自衛隊も出かけていく、共同の演習も行っていく、海外の米軍基地の訓練場に皆さんの税金もつぎ込んで訓練場の整備を行っていく、こういうことはおかしいという声が上がるのも当然であります。同時に今沖縄では基地押し付け反対の声が大きく広がっています。なぜ米軍基地が未だに日本に押し付けられているのか。その米軍基地に墜落の危険性、大きく高まっているオスプレイが配備をされ、そして沖縄だけではなくて日本列島においても低空飛行訓練ルート、初めて米軍側が認めました。その地域においてオスプレイの訓練も行われる、日本列島全体、沖縄だけではなく日本全土全体が米軍による危険性、多くの方が受け止めるような時になっている時であります。改めてこの軍事同盟となっている安保条約そのものをなくして、新しい平和の環境づくりを進めていく、この取り組みというのが地域の平和の共同体づくりを前進をさせ、 TPP のような経済的な従属脱却する道にもつながり、何よりも日本にある米軍基地の危険性を除去する、
合意を力になることも明らかであります。この狭山にあります航空自衛隊の入間基地において C-1 の後継機として C-2 の配備も予定をされております。 C-2 という新たな輸送機は大きさは C-1 の 1.5 倍、重さは3倍、最大積載量や航続距離は4倍となっています。わずか2000メートルの滑走路のこの入間基地に大型の輸送機の離発着、この安全性の問題、多くの方が懸念をしている騒音の問題についても心配の声が上がっています。地域の平和のこと、安全のことを考えたときに、こういう C2 配備についてもこれでいいのかという声も上げていくときではないでしょうか。何よりもこの C2 というのは海外に出撃をすることができる輸送機であります。先ほど述べたような米軍と一体となった自衛隊の海外での活動に資する役割を C2 が果たしていく、この入間基地が海外への自衛隊の出撃基地になるような、こういう在り方でいいのかということも問われている時ではないでしょうか。この点でも地域から平和の声を上げていく、この取り組みが一層重要になっている時であります。今核兵器廃絶をめぐっても市民の声が政治を動かす時代となっている。原発再稼働反対、原発ゼロの日本を実現をしよう、こういう声も大きく広がって今の政治に対して大きな力となっている時であります。市民の力を合わせて日本の政治を動かし、国際政治を動かす、この取り組み大きく進めていこうではございませんか。核兵器のない日本と世界の実現のために力いっぱい頑張っていく、その一歩を踏み出す、その取り組み皆さんと一緒に頑張ることを訴え、決意として私からの訴えとさせていただきます。ありがとうございました。ノーモア広島、ノーモア長崎、核兵器をなくそうのメッセージを伝えて歩いています。核兵器のない平和で公正な世界を目指して、一歩でも二歩でも皆さん